2年連続の日本一とはなりませんでした。総務省は今日、去年1年間の家計調査を公表し、浜松市は餃子の年間購入額で宮崎市に次いで2位となりました。浜松が37282です。毎年この時期に公表される総務省の家計調査。1世帯あたりの餃子の年間購入額で浜松市は3728円で2位となり、2年連続日本一を逃しました。初めて1位に輝いたのは宮崎市で4184円です。宮崎にはテイクアウトの餃子を家に持ち帰って食べる文化があり、コロナ禍で消費が増えたということです。この調査はスーパーなどで購入した生餃子や焼き餃子、テイクアウト専門店の餃子が対象で、店で食べる餃子はカウントされません。まあ、1位になれなかったのは残念ですけれども、まずは1位になった宮崎市におめでとうございますと言いたいです。餃子の街を語る上で注目されるこの調査、長年浜松市と首位を争ってきた宇都宮市は3位で、今年は宮崎市が大きく躍進した形です。